どうもお疲れ様でございます。東京都知事選でね、いわゆる寄付金で掲示板ジャックなるものが出ていますけども、まずね、この東京都知事選に限らず、選挙の形が古すぎるんですよね。で、この古い形をアップデートせずに、ここまで来たってところが、今回の NHK 党の立花隆さんの問題提起であり、まさにその通りだなと思います。そもそも、この掲示板自体いらないんですよ。 必要な情報にたどり着きたければ、まあ自分で検索して必要な情報にたどり着くことぐらいができていれば、発信者の側でできていれば全く問題ないのに、掲示板にね、あれを貼るな、これを貼るなとかね、今更言い出す。つまり誤点になってるわけですよ。こんなことは全然想定できるはずですよね。立花隆さんが知恵を絞ってやったというよりも、こんなの簡単できるやないかって誰でも気づけることなんですよ。で、 この掲示板のモラルがなんとかっていうんだったら、インチキなことをやってる小池合力がど真ん中にいるのが、全く最初からモラル不足だと思いますよ。で、えー、それからね、こうやって猫のポスター貼るのも別に違反じゃないし、誰か迷惑してるんですかって話ですよ。決められたルールとコンプラの間でやってるわけですから、そちらの方を野放しにしてきた、頭の固い、ね、前例主義に浸ってしまった選挙管理委員会の罪は重いと思いますね。 はい、これが立花隆さんですね。やっぱりね、あの、重要なアンチテーゼであり、民主主義に対する挑戦をしてるわけですよ。つまり、民主主義の形も、その時に応じて変えていかなくちゃいけない。今、インターネットの時代になってきて、インターネットが扱えない方っていうのは、どんどん社会からこぼれていくわけですよね。だから、こんな掲示板なんてのに依存してる限り、こんなことされちゃいますよと。だから、もう掲示板なんてやめてしまって、 新しい制度でやっていきましょうっていうことにもう他ならないわけですよねだいたいこの掲示板ジャックのあるものっていうのはもう今までも行われてきたわけですよつまりは普通の人がこの掲示板に自分の思いをね貼ることができないっていうふうに、まあ、権力者とか金持ちが掲示板をもともとジャックしていたわけでしょでそこに風穴を開けてくれてみんなでこれやろうぜって呼びかけてまさに民主主義を新しくしようとしているのは立花さんの意向だと思いますよね 2万5000円払ったらここにポスターが貼れるんだったら貼りたくないですかこんなにチャンスがね、私たちに手渡されてることなんてのは、立花隆さんじゃなくて、他の方がやらなくちゃダメだったことじゃないですかね。はい。で、まあ、エッチなね、画像を貼ってる方もいましたけども、あれだって別に誰かに迷惑かけてるんですかと。ね。こうやって常識的なことを言ってね、自分の地位を守ろうとする古い頭の この政治経済学術院。頭古いよ、この教授も。もう江戸時代のこと言ってるんじゃないんだからさ、と私は思いますよね。ね、夕識時代っていうね、夕識時代っていうふうに、いちいちね、常識人ぶることの方が夕識時代ですよ。あんただってエロ本ぐらい読んだことあんだろうと。今でも見てるんだろうと。思いますよ。それを子供たちにバレないように、私は見ていませんみたいな顔してるけど、そんなわけないだろうと。それがね、他の人が、 まあ、ああいうねちょっとエッチなポスターを貼ったら、けしからんとか言って、お前がけしからん、ね。<laughs> 何を言ってるんだと。で、この人もね、役に立たんよ、お前がモラル不足だよ。<laughs> ねこの犯罪者集団、自民党が何をモラルを語ってるんだと。<laughs> 何が選挙運動用のポスターを掲示するためにとか、ね。<laughs> この野郎、小池より子、<laughs> ちょっとメイクがきついんじゃないですかね、クレオパトラみたいになってますね、さすがカイロ大学。<laughs> カイロ出てないだろ、これはね。もう、嘘ばっかりの小池百合子、最もモラルをぶち壊して、民主主義を崩壊させてるのが、この女でございます。ね、この人も似たようなもんですよね。まあ、くだらない。だから、石丸さんが言われてるのは、ね、この選挙のルールややり方はアップデートが必要、まさにこの一言に尽きるじゃないですか。ね、前例踏襲主義ではなくて、時代に合わせた形でマネジメントしていかなくちゃいけない。まさに アナリストでであり経営者の視点ですよ、ね、だから前例がないからとかね、それからあの刑事告訴中だからとか言ってね、どっかで取ってつけたような言葉の使い回しじゃなくて、自分で考えて、自分で編み出した言葉によって、まあ、世の中をね牽引していくのが、リーダーたる、政治がたる仕事じゃないかなと思いますよね。 でやっぱりこれから人口衰退社会であるってことをやっぱ認識してらっしゃる、小池さんにしても、蓮舫さんにしても、残念ながらね、田子神さんにしても、なんか30年前とか50年前の常識をそのまま持ち込んでいる、まさに前例主義なんですよ、で選挙のモラルとか常識とか言ってるわけでしょ、だから今までの選挙はモラル、常識、こういうのがね、今変わってるわけですから、人口爆発社会じゃなくて、これから衰退社会、日本なわけですよ。 じゃあ、衰退していく社会なりの手を打たなくちゃいけないでしょ、新しい時代っていうのはそういうことですよ、これから日本が残念ながら成長する見込みはないわけですよ、だからこそ、成長する見込みのない日本に合わせた政策を取ることによって、成長する見込みがない国に成長する見込みが出てくるわけですよ、高度経済成長のね、わしらの頃はそれでも朝星夜星でやったんじゃ、みたいなね。 そんなね、おかしなモラルでこれからもやっていくこうとするから、どんどんわけわかんなくなってくるわけですよ。これからね、スマホを通じて私たちは陰謀論をある程度の人が肯定する社会、それから世の中がもっともっとね、ノスタラダムスの時代よりも、もっと別の不安、そしてディープステートみたいなものが私たちの暮らしを操ってるんではないだろうかっていうふうな、そういった心理に対して呼びかけないといけないわけですよ。またですね石丸さんとかは アニメの言葉をよく使って引用するんですけども、そういったところでね、親近感とか、ああ、分かってくれてるんだなっていうふうな共感を得るってことをしなくちゃ、政治家だからね、硬い話ばっかりすりゃいいってもんじゃないんですよ。政治家だって、少年時代にドキドキする初恋とかね、それから果たせなかった夢とかあるでしょ、それを私たちと共感することが必要なんじゃないかなと思います。そして、あとは、権力に対する挑戦ですよ。今の権力について気に入らないと思ってる人が、 いるってことを分かっっててますよっていうのが今回立花孝さんが私たちにまさにね寄り添った姿勢なんじゃないかなと思います。それじゃあいってらっしゃい。